ちょっと、今ね、ラグナロクの日常をね、撮ろうと思ってて、まあ、これから撮るんだけど、もう、重い、ちょっとね、びっくりしたんだけどさ、ほら、見てこれ、ほら、この子たちあれだよ、ほら、モッドのデイノニクスよ。ほら、姿、形が、変わっちゃってる。ほら、なんか、モッドで、ほれ、この子たち、あれだよ、バルゲルでテイムして連れてきたわけじゃないよ。それバルゲルでいきなりなんでこんな高レベルのやつらテイムできてんだって話になっちゃうじゃん。違うからね。これモッドで追加された生物たちなんだけど、おう。なんか、ほら、サドルとかが消えてるのよ。でさ、これ、見てほら、インベントリ開けねえの。インベントリが開けねえ。これ何が起きてんだろうって話で、ちょっと待ってください。サドル、ちょっと確認してみよう。あ、てかあれか、D。ちょっとサドルが、さ、あるある。ちょっとこれ取ってみようか。え、これあれか、え、これはさ、なんだろう。モッドで追加されたデイノニクスのサドルなのか、それとも、これから公式化されたアークのサドルなのかわかんねえんだけどさ、ちょっと待って。え、材料何よ、これ。繊維が、65の木。なんでこんなねんで木。あ、木、あれか。あれだ。俺が、なんだっけ。いろいろちょっと建材作ってたからだ。はい、ありがとう。よいしょ、戻そう。ちなみにちょっとこの場で言っておくんだけど、次のラグナロクの日常は、ね、多分ね、クッソ長くなるだろうから、クッソ長くなったらちょっと、いろいろね、編集しとくわ、編集。いつも編集しないシリーズだけど。しまって、とりあえず。あ、てか、そうじゃん。インベントリが開けねえってことは、サドルがつけられねえってことじゃん。ちょっと待って。これ、ついてこいってやったら、いけたりしない？おん？ダメだ。ダメだこれ。ほら。つけらんないわ。サドルが。ありゃま、マジか。レベル上げとかもできないしな。え、これどうなってんだろうこれ本当に。モッドで追加されてるやつがなんか、ちょっとわけがわからんな。まあ、とりあえずちょっとこういう事象が発生しましたので、一応報告として動画撮りました。はい。お疲れ様でした。はい、ちょっと、しばらく様子見です。